おはようございます。おはようございます。なんかさ、なんか一応ね、もう春休み期間のな、そう、春休み期間で、けどなんかココッピによると昨日昼間やろうと思ったらできなかったらしくて、そう、そう、なんか昼間、なんか大体、まあ、学生だから昼間は普通にやっちゃダメなんですよ。だから、でそしたらなんか昼間に配信、こういう何もない日に昼間に配信しようとしたらなんか配信できますみたいな、分かんないけどね、暇になったら昼さ一回配信してみようか。それでできたらまあいいじゃん。そう、お昼配信、そう、昨日から多分できるはずなんだけど、ショールームの設定がうまくできてなかったので、台風並みに風強い、風強い、でもずっと雨だよね、ここ最近は。雨がね、風も強いしね。おはようございます。やっぱ6時半開演というものはきっと時間がゆっくりあるんだよね。でもね、6時半、なんか結局5時と6時半どっちがいいかなって思った時、私は絶対5時なんだよね。5時が一番好きかもしれない。なんか土日だから、まあ、言うてそれは関係ないが、そう、まあちょっと早く終わると普通にお買い物しようってなるから、だいたいさ店って8時とか9時とかじゃん。でなんか最近パチドラとかだと結構早いの終わるのも、やっぱり2時間ぐらいで終わるから、だ7時ぐらいに終わってから帰ってとかしても、まださあ、なんか店なんか明るいなみたいな、
そうとか、まあいつもね6時半とかだとね、あのお腹すいたねって言ってご飯食べたくなっちゃうんだけど、いつもラストオーダーギリギリ。で、そうなっちゃうこともあるからね。そう、なんかちょっとお買い物して帰ろうかなって気分になれるから、おはようございます。でも6時半か、6時半だったらやっぱ終わるのって8時半とかか、だいたい2時間だよね。まあやりだしたら短いんだ。だいたい公演がいつも2時間とかで、やっぱそんなもんか。だってこの前のパチドラも5時に終わって7時半ぐらいに結局全部終わって、7時半はよりもっと早く終わったのかな、7時に終わって、え、でもあれお見送りして7時だったかも。いやそんな早くない、わかんないけど、でもコンサートだともっとあれだからね、帰る時間遅いから、普通に10時とかに、10時半とか落ち着くこと全然ある。でも12時半は12時半でもね、私ね12時半はやっぱ5時だったり、朝が早いの12時半だったら、やっぱお昼5時開演が一番好き。でもお昼はお昼で、朝早いの頑張ればあれなの、あのスナッツをずっとあれだから、遊び行こうとかなったらいいんだけど、私なんないからさ、遊び行こうとは昼公演終わった後にあんまり。でも5時もギリ遊べるから全然いいや。おはようございます。
おはようございます。おはようございます。これあと何分ぐらいかな。おはようございます。でもここで一緒が絶対なんか覚えてな ないと思うんだよね。今さっきなんか軽く頭から追ってたんだけど、この上から順に青い月が見てるからな。多分何も分からん気がする。なんか1ヶ月ぶりぐらいかな。あと4、5分だよ。ありがとうございます。1ヶ月ぐらいなのかな。1ヶ月か。私2月にここで始めてたから。おはようございます。おはようございます。なんかあっという間に時てかもう3月終わっちゃうのやばいもんね。私もう高校生になっちゃうわ。3月、いやあっという間だよね。マジさ、年明けてからさ、でも言うて3ヶ月か。なんか、わかんない。なんか、こうやってさ、あっという間に時を過ぎていくんだろうって感じ。あと1分ぐらい。ねえ、早い。またさ、次すぐ年越しちゃうんだよ。12月になって、あ、581日目終わります。13位ちゃんとくさんありがとうございます。12位コオロギさんありがとうございます。11位なつきさんありがとうございます。10位 YK さんありがとうございます。9位ワンターメンさんありがとうございます。8位グフさんありがとうございます。7位西健さんありがとうございます。6位壁チョロさんありがとうございます。5位カッパくんさんありがとうございます。
4位ペスさんありがとうございます。3位カンさんありがとうございます。2位ただの魚さんありがとうございます。1位ゴーくんさんありがとうございます。ありがとうございます。581ってすごいね。ありがとうございました。